はい、それではですね、今回は、マインクラフトやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、音の方が大丈夫ですね。さあ、それではですね、今回は、前回の続きということで、このね、森の、森の館のね、まあ、2階部分の攻略をやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。では、では、では。剣があって、とりあえず剣がねな。で、あとは、その館の銃、豚がすごい、ね、押してくる。で、館の銃2階逃げるための砂。で、ちょっとね、このエメラルドとか、ちょっと大事なものしまっときたいんだけど、もうしまえない。あとはね、松明を、こうやって、まあ、置いていくという中でいこうと思います。1階部分は前回に、まあ、一応全部ね、全部屋制圧しまして、松明もちゃんとこうつけましてですね、まあ非常に明るくなりまして、モンスターなんかはね、まあ湧かなくなっていると思うんで、でもね、まだふんふん言ってるんだよね。そう、で、いや、一応見たんで、一回は、ちゃんと。なので、まあ、それ多分2階から声してんのかなって思うんですけど、なんで、まあ、2階に今日はね、ちょっと行ってみようと思います。じゃあ、こちらのね、階段を登っていきましょう。まずとりあえず明かりを。お、これどうなってんだ。あ、これ階段なんだ。はは。階段をこう外向きにつけてんだ。絶対まず置けないねこれね。あ、これ裏も階段なんだ。うわ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 。ちょっと怖いですよ。オッケー、ここは階段なんで、まあ湧くっていうことはおそらくね、まあないと思うんで、しょね、いつも通りというか前回通り。あ、こっちはないのか。すごい、怖い怖い。めっちゃフン言ってんな。こっちから行こうか、じゃあ。あんまりフンフン言って、ね、まあ、いない方から行きましょう。そっか、ここはなんか、ここは大丈夫ですね、部屋。あ、これ上にもなんか、ありそうな。雰囲気が漂ってますけども。あれ、上はないのか。あそこ、松明ぐらいはちょっとね、置いておきたいよね。ほい。ほい。で、開かなくなった。よしよしよし。なんかガラスのところをなんかちょっとね、一応内側から明かりっていう感じで置いておきたいですね。こんな風に。ほい、ほいほいほい。で、これはちょっといらんので。結構2階たくさんいそうな声してますよね。結構フンフン言ってる気するんだけど、多分前回と同様でかなり、まあ、死にながら
あ、違う、スケドンだ。おー。よ。オッケー。じゃあまず一部屋ずつ見ていきましょうか。こんばんは。ここ誰もいない。だからリングがあります。ちょっとここに置きますね。はい。あ、2階まである。これ何なんだろうな、このリング。闘技場みたいな感じ？あ、ここにはしごあるんで、ここからじゃあ登っていきますか。2階怖いなぁ。何も今いない。じゃあ明るくなったね。よしよしよし。じゃあ宝箱を開けてみましょう。まず引き綱ね。で、エンチャントもちょっと最後に取っとくか。で、金のリンゴ。はい。で、あと1等と、火薬と、麦。さあ、エンチャント本ですね。これ大事だからちょっと。さあ、何が出るのか。ドン。爆発耐性3。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいものゲットしました。爆発耐性3ですね。よしよし。OK。なんとかこの闘技場エリアは、クリア。では次、このお隣の部屋、行きたいなと思います。クラだし、ふんふん言ってるし。あ、ここにもまたはしごが。とりあえず敵はいないみたい。上にいんのかな？すごい、さっきよりふんふんの声が近いんだけど、何もない。ここは何？トイレ？怖いな、この上。行きますよ、じゃあ。あ、ふんふん。あ、いね、いない、ふんふん。あれ、ふんふんいないじゃん、ちょっと。ふんふんいなかったなぁ。ここだと思った。で、また宝箱。で、おぉ！かぼちゃかぼちゃかぼちゃ。レッドストーン。あ、来た、ダイヤモンドの鎧。ありがとうございます。あ、かぼちゃ嬉しいなぁ。かぼちゃありがとう。これでかぼちゃ作れるようになりましたね。じゃあ、ふんふんどこよ。お、もう一個お隣ってこと？じゃあ、ふんふんは。ちょっと真っ暗、ふんふん。ちょっと、ふんふん、ふんふんの声ほんと近いな、ここ。ふんふん、はぁ。あ、でもここで行き止まりだ。行き止まりだね。
側はここまでということになりますね。結構明るくなったね。タイマーたくさんつけて一回寝る、一回寝よっか。はい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 、さあ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 、わしまいねー。いらんものいらんものだな。ちょっといらんものを捨てましょう。とりあえずキノコとかはいらんか。今のところ内容もいらんな。じゃあ大事なものをしまって、よし、では行きましょう。再び今度は左側ですね。このタイマー置いとこう。これ全部階段なんか。ここね。おー、なるほど。そういう知恵というか作り方もあるんですね。2階はね、結構ガラス張りにこうなってるんで、ゾンビゾンビゾンビ。よし、OK。絶対ここいますね。角曲がると。あれ、いない。こちらの部屋？あ、違う、スケルトンだ。出会い頭で、こんばんは。よし。今のうちに、松明を設置して、これでね、今度の夜にはもう、湧きませんから。どこにも置いとこう。よしよしよし、松明全然足んないな。ちょっと下で木とか焼いとこうか。一応この間に、あ、ちょっと出来上がってはいるんだね。棒がでもないか。とりあえずこんなもんでいいかな。よし、一応奥、この部屋だ。とりあえず先にこっちの部屋ですね。あ、いたいたいた。気づくか。気づく。あれ、あ、もしかして出れない感じ君。あー、かわいそうに出れないんだ。よしよし、お前がそこにはまってしまったのが悪いんだ。おお、ゆきさん上にもツタが伸びてる。ここは花なんですね。じゃあ宝箱。おお、花がいっぱい。これはアトリーや。あ、でもこれ重なる、あ、重なるんで、じゃあ。で、じゃあこの花ですね。いっぱい栽培していた。とりあえず、
奥のあいつから順番にやりますか。ここは誰もいない。3段だよね。3段上に登れば置けない。ちょっと待って。1、2、3段置け。うい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 
し もうずるさの極みだな。OKOKOK。何も落とさなかったな、さっきの。ああ、もう一体いる。来ていて、来ていて、来ていて。ダッシュ。1、2、3だ。オッケー。よしよしよし。おい。おしよし。お、エメラルド落とした。アッキー。これはね、順調順調。ここ見たんだよね。次こっちの部屋だ。このと、あ、そこにもいるね。図書館ですね。いるのか。エンダーマンだ今な。あ、ダメやめた。あ、違う、こいつあれだ。やつは普通のやつじゃない。遠距離で。あ、落とした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 。あ、弓強いな、これ。あ、これ弓、あれ、弓。待って、いっぱい落としたよ。あ、斧、これだよ、節のトーテム。これが欲しかったやつ。ありがとうございます。あの節のトーテムはね、あると、死んでも一回だけ、なんか復活できるみたいなんで、どっかでそれを使う機会が、おそらく、出てくることで、しょう。わかりませんが、もう一度ねか。これはなんか地図っぽいですね。これは本当の、本当のこれ地図なの？ここの。でもそこはね、海があって、だから、ちょっと近いのかな、やっぱり。エンダーマンはね、どうしようないんだよね。この辺も明るくして。よしよし。エンダーマンは目を合わせなければいいので、下をね、向いてね、こうね。あれ、ちょい待ってくれよ。ちょっといたのか。やってしまったな。クリーパーだ。
うわうわうわ。大丈夫だよ、これ。もういない？大丈夫？あ、実家やっちまったな。そう、綺麗に行こうと思ったのに。ふんふん言ってんだよな。エンダーマン、これどっか行ってくんないかな。そこ置きたいんだよな。あ、カバの木、あ、一個しかない今。ここがっつり本棚ちょっとなくなっちゃったな。しかも落ちるし、がっつり本棚なくなっちゃったのはちょっと痛いな。回収できたもん。あ、でも12冊回収してるんだ一応。暗いし一回寝よう。もう当店は大事なんで、ちょっと預けておきます。よし、では再び向かいましょう。まあ、もっとね、改築するところはちょっと改築していきたいなと、まあね、ここも思うんで。この部屋か。あ、エンダーマンいないいないいない。え、いたわ。一応これくらい明かりつけときゃ大丈夫かな。ここはちょっと心配なところね。エンダーマンだけちょっと邪魔な。よし、じゃ残す部屋はあと数部屋ですね。何部屋だと。結構部屋数ももう多分。あれ、なんだ、そこが空いてんだ。欠陥住宅か。あれはどっちだろう。あれ奥が、あ、こっちは違うや。オッケー、よし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 。こいつは普通のこの持ちのやつ。オッケー。じゃああれか、奥のやつか。また、あ、もう一体いいのか。地下がね。これ弓で良かったんじゃないの。まあね、そんなに矢を持っていないからっていうのも。弓使わないのあったんですけども、これ弓だと楽勝だなこいつは。はい、オムゲット、レベルアップ。ここじゃないよな。
かな。ここかな。この辺に。こんなもんでしょ。ここも、OK。よし。じゃあ次へ行きましょう。と、1つ2つですかね、部屋の数。もう1個ぐらいな、星のトーテム欲しいんだよね。結構ね、カランコロンって言ってたりね。誰もいないな。レンゲソウ、また。ここレンゲソウだね。ここも一緒なのか。で、ここ何？この部屋何この謎。あ、おお。ふんふんとは言ってるんだけど、あ、クリーパーいるし。上にいるわ。1、2、2、2、2、早く。ちょっと待って。ここで死ぬわけにはいかない。ちと広いとこに行って。はい。1、2、3。OK。おお、セーフー。えい、バカバカ。おい、おい、おい、おい。ああ、危ない危ない。一体倒して。クリーパーがちょっとめんどくさいな。あそこにいるのはちょっとね。で、カランコロンも言ってんだよ、なんか。あ、そこにいんのか、カランコロン。この階段なんだ。あ、3階部分ね。わかったな。3階もあるか。3階建てだったの？この建物。あ、顔ここにもある。3階もあったのか。で、ここは何なの？クリーパーが一番だるかったんだよな。ほら。2体もいるの。弓がない。れきついな。もう一体言ってことでしょ。こっち来る。
くる、引き寄せて頭殴る、オッケー、よーしよしよしよし、ちょっとさっきのふんふんおじさん一体だよね、一気に行こう。あ、二体だ。あ、やだ、こいつやばいやった。キュッソク。フレックス。やっちゃった。クソ、でも一体倒したあんな。とりあえず。まさかの3階までね、あったとは。あ、いる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 。壁すり抜けるんか。だる。倒した、倒して X も X どこ、よし、痛い、あともう痛い、どこ行っちゃった、そう、逃げられたか、でもなんとかやりましたね。よしよしよし。で、これどっから上がるんだ？上がる場所はないな。ほい。オッケー。じゃあちょっと3階も行っちゃいます？この勢いで。装備。装備をつけて、砂だけ用意しておこう。そしたら牛の塔でも2個目ね。オッケー。よしよし。そう。松明微妙だな。3階異様に暗いな。3階暗っ。何にもモンスターは湧いていないですね。もう特に何もなし。パー松明ない。松明を作って思ったけど、高校なんだし、ちゃんと床張ってくれない？なんでここだけ床外れてんの？マジ、ちょっと、欠陥住宅じゃん。おい、生さん。あ、なんか今、見るとこあったよ。あれ、なんかもう癖でさ、映さないといけないっていうね。そういう、なんか、なんだろう。プレッシャーというか、そういうのがね、なんかもう癖としてあるんで、なんかすぐね、画面の真ん中に捉えようとしちゃうよね。エンダーマンを。危ない。それスケートいるけど、起きればこっちの、来た。よしよし、おはようございます。燃えてますね。今日も元気に、当たんない。あ、よしよしよし。
事なものはしまっておく。どこでもでいいか。よし。よーし、じゃあ3階は2部屋しかなかったんか。ちょっと寂しいな。天井高いな。さすがにね、まあ上の方まで松明をつけるっていうのもね、また一苦労の話ですので、一旦今回はね、ここら辺までにしておきたい。ここ絶対ハマるな。で、ここまで見終わって何にもありませんでしたというところで、あ、上があるのね。はいはいはい。同じ部屋がだいたい2個とか3個ずつぐらいある感じかな。はいはい。ビートルートですね、これね。ありがとうございます。よし、じゃあラストの部屋、なんかすごいとこ来たよ。祭壇みたいなとこ来ましたね。ラスト、なんかね、噂には聞いていた、なんかダイヤモンドとか入ってるやつとか、なんとかね。あ、ここ上か、ここだ。祭壇。これせっかくだからね、なんかそこにもつけて開けたいよね、松明っていうか。やっぱね、祭壇を綺麗に写してあげたい。というね、まあ、これあれか。なんだっけ、旗。これがまだね、作ったことないやつですね、旗。ですごいね、雲のね、音がしてるんだけど、外、あ、外にいたね、今。今、夜じゃないんで、ね、まあ、襲っては来ないと思うんですよ。ここが階段になってるのね。なんだこのね、生贄の儀式みたいなね。そう、いい感じに、こう、松明も、ね、置いといてあげようか。ここまたすごいお部屋ですね。ああ、そっか。この上もな、湧き潰ししないと湧いちゃうんか。まあいいや。そこはまあ気をつけましょう。で、あ、はまる。この溝。謎の溝。もうなんか水でもね、なんか敷いてやろうかな、こう。ここもなんかちょっとね、上の方までね、なんか松明とかつけてあげたいな、最後。ちなみにここは何にもないのかな、もうね。階段、これな、こうつけるのちょっとなんか、そこだけちょっと改造したいね。あんまりちょっと、これね、松明やっぱね、階段のとこもさ、置いてさ、ね、一応そこへも明るくはしたいんで。あの上なんかあんのかな。あ、ここも階段なわけね。一応赤いだけ置いといてあげよっか。はいはい。結構こわけこわ、あ、結構明るくなったかな。じゃあとりあえず全部制覇したってことでいいのかな、これね。
もうふんふんおじさんの声も聞こえないですし、サンプライオタイヤだったか、まあいいでしょう。まあ、眺めはね最高ですね、やっぱね。あと1階部分とかどこどこ、こうね、やっぱガラスないところもね、外ありますので、やっぱ景色をね眺めるっていうのは非常に大事だよね。で、特にもうモンスターのね音がするとか、ふんふんおじさんの声がするとか、そういったものはないので、ここはいらんか、横側。おそらくこれで大丈夫でしょう。いや、部屋数とかやっぱ多いんでね、非常に使い勝手は良さそうですね。あとはな、村人が欲しいよな。こんだけでかいところに一人ってのもね、なんかあれなんで、村人欲しいね。さあ、ということで、ここでご視聴ありがとうございました。ということで、無事ね、森の館、よいしょ、こっちは肉山しかないな。反対側かな、多分3階は反対側だったと思うんで、反対側までね、全部制圧することができました。よし、ということで、次回はここら辺をちょっとね、また、館の内部をちょっとね、いろいろと、まあ、いじっていけたらなと思うんで、よろしくお願いいたします。それではまた、よかったですね、見に来てください。ありがとうございました。